今回は掛け軸吉祥天立像をご紹介します。吉祥天は豊かな暮らしと平和を授ける幸福の女神として、その信仰は奈良時代に始まり、今日もなお各地のお寺で祀られています。中でも浄瑠璃寺の重要文化財吉祥天立像は、その美しさで名高く文豪川端康成など多くの著名人をも魅了し、昭和50年には初代千円切手にも採用されました。浄瑠璃寺は奈良県との県境、京都府木津川市に平安時代に建立、国宝九体阿弥陀如来像を祀る古刹として知られ、九体寺とも言われています。吉祥天立像については、1212年本堂に祀られたという記録だけがあります。また秘仏として厨子の中に安置されていたため、800年以上経てもなお鮮やかな色彩をとどめています。浅木美術館ではその優美なお姿を色彩豊かに1800口織りジャガードで繊細に織り上げました。眉は墨色の糸を使い、一筆で大きな弧を描いたように織り、切れ長の目の下の線はあえて金茶色の糸で織り、優しさを添えています。金茶の糸で織り描かれている筋の通った小ぶりの花、また上唇は鮮やかな赤色の糸に黒の糸を重ね、ローズ色を織り表し、下唇は赤色の糸に金箔と金糸を織り混ぜ、美の女神らしい濃艶な唇を演出しました。一方、金茶と薄茶の糸でぼかした頬の影は、貴婦人の品格と利発さをも思わせます。頬冠や胸にかかる葉絡は、金箔や撚り金糸で輝かしく織られ、特に宝冠に乗った鳳凰や光背は、サビ赤色の糸と本金箔で織られ、神々しさをも感じさせます。着衣やレンゲ座は、奈良時代以降に使われるようになった雲原彩色の自然なグラデーションを織りで描き、袖の奥行きと重みまで表現しています。最後に左右の手をご覧ください。左手には、あらゆる願い事を叶えてくれる如意宝珠を持ち、右手は下に向け、手のひらを外側にしています。これは予願印といい、願いを聞いてくださるという意味を持つポーズです。ぜひお軸を眺めて、静かに願い事を唱えてみてくださいね。きっと心が満たされることでしょう。最後までご視聴ありがとうございました。